どうもこんにちは、今回はですねデイキャンプに行ってきました。タープを張るところから、動画にしてみたいなと思います。まずはですねタープを広げまして、ポールを置きます。ポールの左右にですね、ロープを広げていくんですけれども、だいたい角度が45度ぐらいで設定します。ポールと同じぐらいの長さにですねロープを張った方がいいんですが、今回はねちょっと短くしてしまいました。反対側もですね同じように、ペグを打っていきます。先ほどのようにですね、ロープが短い場合っていうのはポールが立たないということになりますので、その場合はですねロープをちょっと長めにして、ポールを立てるという感じです。2本のロープとポール、これでですね、三角形を作るような感じです。うまいこと三角形が作れればですねこれだけで自立できますので、一人でも簡単にですねタープを立てることができます。あとはですね残りのロープを張って自在金具で、テンションをかけていきます。ということで一人でも簡単な、タープの立て方でした。ここから先はですねデイキャンプなので、大したものを、ね、持っていっていません、テーブルと椅子、それと棚ですね。この棚はですね、DIY で自分で作ったんですけれども、この棚一つあるだけでですねだいぶ助かります。棚とかね置く場所がないとどうしてもね足元に置いたりとか周りがこう散らかっちゃうんですけども、棚に全部置くことができるので、だいぶですね整理整頓しながら、キャンプを楽しむことができるようになりました。これからはですね料理を作っていきますが、まずはお湯を沸かします。これはですねオピデルの8番のナイフなんですけれども、こちらでですねニンニクを切っていきます。オピネル8番のステンレスオリーブウッドを使ってるんですけども、オピネルはねなかなか切れないという方もいらっしゃったりするんですが、僕が買ったやつはねそんなこともなく、すごく綺麗に切ることができます。購入してからですね1回だけ、砥石で研いでるんですけども、刃物なので、砥石でね研いてあげれば切れ味は復活します。で、この、ね、シングルバーナーは中国製のものなんですけども、着火スイッチが、ね、一発で点火してくれるので、重宝してます。ただ、レギュレーターがついてないのかな、ついてるのかもしれないんですが、ホースだったりですね、ガス管周りこの辺が、ね、だいぶ冷たくなります。まあ、それもあってですね、レギュレーターがついてる外の ST330 を買ったという経緯があります。
さあお湯が沸きましたので、ここでですねパスタを茹でていきます。今回パスタはですねリングイネというちょっとね平べったい感じのパスタ、これをね使ってます。そしてスキレットにオリーブオイルを引いて、ここでですねベーコンを炒めていきます。今回はですねカルボナーラを作りますので、ベーコンはカリカリの方がいいかなということで、時間をね長めにして焼いてます。ベーコンが焼けたら今度はバターとニンニクを入れます。でニンニクは焦げやすいので、まあ、ちょっと火を通すぐらいですね。でそこにですね生クリームを入れて、ひと煮立ちさせます。レシピとしてはですね牛乳を入れるバージョンもあるんですけども、僕はね生クリームの方が断然美味しいと思います。で、味付けは塩コショウなんですけども、塩コショウのね、コショウをね、だいぶ多めにした方が美味しいです。で、茹で上がったパスタをですね、このソースにまずは絡めます。このね、パスタにソースを絡めてるとき、これもね、なんかちょっと楽しかったりします。で粉チーズをたっぷりかけまして、さらに混ぜます。で最後は仕上げですね、仕上げに卵黄を乗せて、混ぜます。いやー美味しそうですね。でお好みでですねパセリを振りかけて完成という感じです。作り方は簡単なんですが、かなり濃厚なカルボナーラが出来上がりますので、ぜひ作ってみてください。残念、もう全部食べた。ごめんよ。ほらほら、舐めよ。舐め舐め、向こう行って。向こう行ってちょうだい。舐めをあげられないよ。この猫はですね、なかなかどいてくれなかったので、何度かね、戦うことになりました。ご飯もね、美味しくいただきましたので、食後にコーヒーをいただこうと思います。
だんだんね、夕方から夜にかけて寒い時期になってきましたので、こういったですね、あったかい飲み物は屋外ではね、すごくありがたいですよね。なんでしょうね、家で飲むコーヒーももちろん美味しいんですが、キャンプみたいに屋外でコーヒーを飲むと、なんかすごくこうまったりできるというか、時間がゆっくり流れるような感じがしますよね。さあ、それでのんびりしたら今度は片付けです。片付けもですね、やっぱデイキャンプだと荷物が少ないので本当すぐですね。これからですね、キャンプを始めたいと思っている方がいらっしゃれば、まずはですね、デイキャンプで雰囲気をつかむっていうのもいいのかもしれません。いきなり泊まりになると結構ね、ハードルが高かったりとかするので、まずはですね、少ない荷物でこんな感じでデイキャンプをやってみて、必要そうなものを揃えていくというのがね、僕はおすすめかなと思います。で、タープをですね、縛っていきますが、ポールの部分の2本のロープ、これ以外のところからですね、まずは外していきます。一番最初にですね、ポールが自立したと思うんですけれども、ポールを自立させるためのロープ、これ以外をですね、まずは外してロープを結んだりしてですね、片付けてからポール部分を外します。あとはですね、ロープを結んだりとか、タープを畳んだりして片付ければ終了です。ということで今回は、1人でできるタープの張り方、この辺りをメインにお届けしました。それでは。